そうかな。はい、おはようございます。一応、なんとか今日から一応またルーティン動画を復活させようかなと思うんですけど、実はちょっとまだコロナ治ってなくて、熱は昨日で、37度以下を切るようになって、まあ、体調も、まあ、そこそこ良くなってきていたんですけど、もともとあんまりその嗅覚とか味覚の部分あんまり問題起きてなかったんですけど、昨日から急になんか今もちょっと匂い怪しくて、で味覚もなんか物によっては全く味が違うみたいな、ちょっと味覚障害みたいなのが起きちゃって、どうしようみたいな、まあちょっと起きちゃって、まあまだそのなんて言うんだろう、コロナの障害が残ってるっていう感じですね。はい。で、多分鼻声、まあ聞いてもわかる通り鼻声だし、ちょっと喉の調子もあんまりまだ良くなくて、みたいな。まあとりあえず、会社でも今実はコロナがすごい蔓延しちゃってるらしくて、しばらくフルリモートにしてくれって話なので、まあどっちにしてもずっと家なんですけど、まあちょっとジムいつから行けるか。まあ早ければ今日、家で PCR 検査のキットで検査して陰性で、明日も陰性だって明後日から行くかなって感じですね。一応陰性が2回出てから、トレーニング始めたいなっていうふうに思ってます。なんか一応ネットでもそういう記載があったので、まあそんな感じで、今週はスタートしていきたいなっていうふうに思います。早速、また業務頑張っていきたいと思います。やばい。今全然気づかなかったけど、今コーヒー飲んでるんですけど、コーヒーも全く味が違う。味がしないわけじゃないんですけど、コーヒーがコーヒーじゃない。俺が知ってる。あ、やばいな。困りましたね。仕事終わりました。もう咳が止まらなくてですね、やばいんですよマジで。治ったと思ったんですけどね。まあまあ陽性なんで正確に言うと治ってはないんですけど、まあその風邪みたいのはもうある程度落ち着いたのかなと思ったんですけど、なかなかあれですね。はい、ということでちょっと今週こんな感じの動画になっちゃうと思うんですけど、はい、毎日リモートで家からも出れず、明日明後日で陰性だったらもうジム行けると思うんで、ちょっと今日は今週は我慢する。どうすおはようございます。昨日で、一応コロナが陰性になりましたですけど、しばらくは、まあ、ちょっと会社でもコロナが蔓延しちゃってるので、まだしばらくリモート、多分来週いっぱいはリモートかなっていうふうに思います。で、トレーニングは、一応陰性が2日続いてからジムに復活しようかなと思うので、一応今日もお休みして、今日も、特に陽性にならなそうであれば明日からジム復活したいと思います。はい、やっと長い長い引きこもり生活から解放されます。ということで、とりあえず仕事頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日も仕事頑張っていきたいと思います。すんげえ体重い。まあ一応今日からジムも復活する予定なんで、はい、頑張っていきます。ものが届いています。はい、縦靴を買いました。ベンチの時に今使ってるピボっていうシューズだとクソ滑るんですよね。てかなんか滑るように感じるようになってきて、いやどうしようかなと思って、このハイパー V のみんな使ってるやつを買いました。本当はなんかね、色変えようかなと思ってたんですけど、みんな紫使ってて、僕もそっちでいいかなと思ったんですけど、なんか被るのは嫌だし、どうせだったら違うやつにしたいなと思って白にしました。あと白だったらなんか塗ったりできるんで、なんかいい感じに塗装とかしてみたいな。それではしばらくこれ使います。やばい、今普通に履いたんですけど、ちょっと思った以上にちっちゃいかもしれない。じゃあちっちゃいじゃなかった、思った以上にでかいかもしれない。サイズが28か29しかなくて、28だとちょっとちっちゃいだろうと思ったんですけど、28でよかったかもね。失敗したな、これ。どうしようかな。いけっかな。ちょっと迷いましたね。終わりました。ということで、久しぶりにジム行きたいと思います。はい。なんか1週間ぶりに外出たらなんかすげえ変な感じ。はあ、雨やべ。明日台風か。見ればいい。いやー、台風やべえな。でもすげえガーガーいってる。はい。ということで今週ラスト頑張っていきたいと思います。久しぶりにトレーニングしたから体がいって、俺久しぶりに筋肉つきたな。はい、これからジムに行きます。ちょっと普通に寒いな、なんかだいぶ涼しくなってきましたね。なんか秋っぽい感じが、風も強いし髪が舞ってる。いやー、ちょっと無理しすぎましたね。なんか多分昨日のスクワットでだいぶやられましたね。めっちゃ腰痛いね。明日も一応トレーニングする予定だったんですけど、ちょっとわかんないですね。明日お休みするかもしれない。デッド2週間やんないのは悲しいな。でも結構しっかり腰痛めましたね今日。まあちょっとあと疲れちゃった。はい、まあ、そんな感じで。